今回は明日の夜にサイレントアップデがあって、それで登場する武器とか、まあ、拡張機能の情報と、そしてね、ちょっとね、いろんな情報が出てたから、まあ、ちょっとしたやつ、まあ、紹介していこうかなって思います。最初は明日、まあ、10月3日の夜にサイレントアップデート、まあ何、あのダウンタイムのないアップデートが来るみたいで、もしかしたら来ない可能性もあるんだけど、それで登場する武器とか、あと拡張機能を紹介していこうかなって思います。まずはね、新武器が登場するみたいで、ついにね、チャプター4シーズン4のトレーラー映像に映ってた、このね、ズームできる DMR、まあ、タクティカル DMR がついに登場するみたいだね。これは、ただズームできるようになった DMR って感じ。なんか最近流行りのさ、いろんな武器が使える島だと、もう使えるっていう。まあ、この DMR が、ついに来るっぽいね。そしてね、レア度は、コモンから、レジェンド、レジェンダリーまでのレアリティが登場するみたい。まあ、正直ね、持つかって言われたら、持たないんだけど、まあ、結構使うプレイヤーとかいんのかな？どうなるんやろ。このタクティカル DMR がついに来るみたい。で、次はね、二つの拡張機能が確定で来るっぽいね。まずはね、新拡張機能なのかな。まあ、この、しゃがんでる時の移動速度が上昇する拡張機能が来るみたい。なんか、イモリプレイヤーのさ、人いるやん。なんかずっとしゃがんで歩いてるような人。そういう人とかには強いかもね。まあ、人によっては強いような気もするけど、なんか正味あんまり使い道はない気がする。そして次はね、このブッシュに持っていると、まあ、ブッシュに持るとか、ブッシュに入ると泥がつく拡張機能が返ってくるみたいだね。なんか前までは、泥とスライディングの、あのめちゃめちゃ速い移動ができたから強かったんやけど、泥が弱体化されたから、まあ、正味今強いかどうかはわかんない。けどまあ、これらが返ってくるっぽい。まあ、今確定で、サイレントアップデートで来るのはこんな感じっぽい。もしかしたら、まあ、今ってさ、スターウォーズの武器が、アソーカタノンのライトセーバーしかないと思うんだけど、まあ、ファイル内に他のね、スターウォーズの武器があるんよね。あの、ライフルとか、フォースの力とか、ボスとかの情報が。まあ、だから何かしら来るかもね。まあ、多分来ない可能性の方が高いと思うんだけど。まあ、ダース・ベイダーのボスとかね。まあ、来る可能性はワンチャンある。けど、登場しますよっていうリーク情報は一切なかったから、まあ来ないと思うね。で、次はね、チャプター4シーズン4の FNCS スキンがあったと思うんだけど、まあこれ。けど、これはね、リアルの方で見つかっただけで、まだね、フォートナイト内の、なんかプレイ映像とか、このスキンのね、画像はないよね。けど、海外のある方が、もしこのスキンが登場したらこんな感じになるんじゃねっていうね、動画を作ってて、それがこんな感じっぽい。これはね、多分こっから少し変わると思うんだけど、マジで多分ほぼこんな感じのが来るだろうね。これは多分ね、今後ね、もっと情報が出ると思うし、まあ、ツルハシとかバックとか武器ラップとかもあると思うから、まあ結構楽しみだね。そして多分大会の報酬とかになって無料でゲットできるチャンスもあると思うから、まあこの FNCS スキンはめちゃめちゃ楽しみで、次はね、今V-BUCKSカードを買うとゲットできるツルハシが登場したと思うよね。で、これはなんと、このツルハシはなんとね、このツルハシっていうか、このツルハシのキャンペーンはやっぱりね、日本限定で開催されるみたい。まあ、日本限定個人的に嬉しいんだけど、なんとこのツルハシね、ちょっと注意点があって、ツルハシは本キャンペーン限定ではなく、後日アイテムショップで登場される可能性があるみたい。やばくない？せっかく日本だけのキャンペーンなのにアイテムショップには来るっぽいね。
ちょ、これやってるわ。今現在は日本の V-BUCKS カードを買って使わないとゲットできないけど、まあ、今後誰でもゲットできるようになる可能性があるっぽい。けどまあ V-BUCKS どうせ値上げされるし、今のうちに V-BUCKS カード買うのもありな気がするから、まあ、なんとも言えんな。けど個人的には日本限定にしといてほしかった。次はね、今エピックが現在注力してるプロジェクトがあって、まあ、チャプター5だったり UEFN とかだった気がするんだけど、その中にねスパークスっていう謎のねプロジェクトがあったんよ。それがなんとエピックが開発中の新しいタイプのアイテムらしい。まあ、多分アイテムショップとかの方のアイテムだと思う。これは何なんだろうね、よくわかんないよね。新しいタイプってことは多分ツルハシとかスキンとかバックとは違うやつだと思うから、新しいタイプって何なんだろうね。まあそれが今後登場予定らしいね。個人的にめちゃめちゃ楽しみ。何のことを言ってかわかんないけど。で次は次のアップデートで登場するバトルバスが、まあ、公開されてたと思うんだけど、それのね映像も公開されてた。まあそれがこんな感じらしい。これはまだ開発段階のフォートナイトメアのバトルバスと FNCS グローバルチャンピオンシップのバトルバスみたいだね。バスは正味どうでもいいんだけど、まあイベント期間中に変わるってやつだと思う。まあ大体こんな感じかな。まあ一番最後に紹介したバトルバス自体はイベント期間中に来るか、多分次のアップデートでまあ来るやつだね。まだ完成してないやつらしいしね。まあ、個人的には FNCS、まあ、今シーズンの FNCS スキンがめちゃめちゃ楽しみ。まあ、多分今回も大会のなんか240位とかがもらえる件になるかもしんないんやけど、まあ、今シーズン限定だし、絶対にゲットしたいね。そしてサイレントアプリも結構楽しみやね。そして、スターウォーズの武器っていうのが、なんとね、今回のアップデートが終わると、まあ、次のアップデートが来ると、なんと、消されるように設定されてるらしいから、まあ、ガチでワンチャンありそう。ダース・ベイダーだけ登場するとかね。まあ、他のサイレントアップデート追加されるアイテムもあるかもしれないし、まあ、結構それも楽しみやね。